岡田健二氏切り取り動画は僕のところは使わないで奥山さんだけで終わらせてほしい。和也氏中間だけ切り取られると危ない。という動画にてご紹介した4月6日前半和也の意味深な話ですが、他にもいろいろありました。この週は特に保守系批判が多かったように思います。まずは保守系番組を見る視聴者について語っておられました。4月6日前半和也の意味深な話。武田恒康さんがこの間、先週ね、馬淵さんの批判をしたんですけど。おう、馬淵さん。はい、登録が減ったっていうね。ぐふう、それだから、あれですよ、大統領選の時に陰謀論ウォッシュをしてないからですよ。ああ、なるほどね。僕は、あの時にだいぶ陰謀論ウォッシュをしてるので、そういう人はだいぶ離れたと思うんですけど、その方々が多分まだ残ってらして、馬淵さんの言うことが正しいんだっていう人がまだいらっしゃるでしょうからね。なるほどね。ちょっとまあこれからですね、戦いは、はい、あると思いますとのことです。大統領選までは右肩上がりだった和也チャンネルの登録者が突如下落傾向になりました。そのようなことを陰謀論ウォッシュとまるでいいことのように表現していますが、離れた視聴者が汚いもののように言うのはいかがなものなんでしょうか。ちなみにこういった状況のことを過去にこのように言っています。取り返しのつかない状況について少し触れておくと、疑問に思ったファンと一般層が離れ、それでも残る一部の先鋭化したファンと先鋭化したファンに持ち上げられて勘違いし続ける対象が存在するっていう図式ね。ファンこそ指摘してあげるべきだと思うんだけど。とのことです。和也チャンネルに残っているファンは先鋭化している。和也氏は持ち上げられて勘違いし続ける裸の大将というブーメランと言えなくもないです。個人的には現状の和也氏を支えたい方は支えればいいと思うし、それを先鋭化とは思いませんけどね。リョータさん610円ありがとうございます。早いようでもう4月ですね。ところで加藤清隆氏のツイッターボットが誕生したことをお二人はご存知でしょうか。知らないよね。できたの？どういうことですか？ツイッターボットがある？いや、だって加藤清隆さんがすでにボットみたいなもんじゃないですか。そうきた、そうきたかとのことです。何をもって加藤さんをボットみたいと言っているのか分かりませんが、明らかにバカにしています。これは批判の範疇を超えているように感じます。僕が思うに、結構このじいさんやばくねみたいなのが、いわゆる政治に興味がある人だけじゃなくて、関係ないツイッター民とかも結構やばくねみたいな、はい、感じになってきているように思うので。で、あとこれが大きいなと思うのが、保守系の言論人がちょっと言うようになってきたっていう名指しで。ああ、馬淵さんね、さすがに武田恒康さんも先週言ってる人は分かってるんだけど、まあちょっと馬淵さん信者がやっぱいますんで、それでツイッターとかでも馬淵さん発言の動画が出てるでしょ。あれ見て、ああ馬淵さんおかしいねって、要は原発を攻撃したのは DS てかネオコンの基地があったからとか、わけわからないことを言ってるから、それをやったんだって動画とかが回ってるんだけど、それを見たやつもこれは切り取り動画だって言ってる。あはは、青山茂春さんの動画の時と同じで、これただの切り取り動画だって。いや、あれ全部見たらもっとやばいですからね。そう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 、これはただの切り取り動画だ、悪質な切り取り動画だっつって言ってるんだよね。いや、仮に切り取りだったとしても、あの発言一つも擁護するところないですからね。そう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 、本当に。だからやっぱり思考が停止しちゃってるんだなと。全体を見たらこうじゃないとかね、言ったりとか。いや、逆にどう捉えるんですか？とのことです。和也氏のおっしゃる通り、政治に関係ないツイッター民にまでヤバいじいさんというイメージが広がってしまうのが切り取り動画の良くないところではないでしょうか。和田健二氏切り取り動画は僕のところは使わないで奥山さんだけで終わらせてほしい。和也氏中間だけ切り取られると危ない。という動画でご紹介した通り、切り取りされたら危ないというのはお二人ともご存知のはずです。馬淵さんに限らず、人間は間違ったこと変わったことも言います。馬淵さんを知らない人がその切り取り動画だけを見たら変な人という先入観が植え付けられてしまうのではないでしょうか。和也氏は一度低く評価した対象についてはそこで思考停止し、決めつけや思い込みが強くなったり、バカにしてボロクソに笑っても問題ないと考えておられるように感じます。いまだに政治言論系ナンバーワンの YouTuber 和也とチャンネル概要に記載がありますが、チャンネル登録でも再生数でもナンバーワンとは思えません。視聴者離れを陰謀論ウォッシュと視聴者のせいのようにおっしゃっていますが、本気なんでしょうか。
ファンこそ指摘してあげるべきだと思うんだけど。ケンカー君はファンなのに一向に指摘が届いてないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。